倉庫番に残業なんて必要ないわ。帰りなさい。ひかりさん、ちょっと話いいですか？バイ。ダンボールに書かれている赤い文字って一体何なんですか？私は幽霊騒ぎとは関係ない。もう関わらないで。それは無理です。 What？ 小田切先生があなたを霊視したところ、いろいろ分かっちゃったらしいんです。小田切先生ってあの小田京と知り合いなの？あは。ゆかりさんっていろんな商品作ってきたんですね。この職業シリーズストラップとかちょっと変わってて面白い。まあ売れなきゃどうしようもなんないんだけどね。このケチャップデカもなかなか年季入ってますよね。これはね、私にとって何より大事なお守りなの。小学3年生の時にロサンゼルスに引っ越したんだけど、私全然英語が喋れなくてずっと一人ぼっちだったの。そんな時に彼が私を救ってくれたの。彼をこすって消すとね、そこら中強烈なケチャップの匂いがするの。そんなひどい匂いにクラスの子が興味を持ってくれて。お友達ができたんですね。また一人ぼっちだけどね。ああ、ケチャップデカがいるから二人かな。今でもね、辛いことがあるとこの消しゴムを握りしめるの。そうすればどんなことにも耐えられる気がして。ゆうこお姉ちゃん、なんでそんな動かない時大事にしてんの？さっさと捨てちゃいなよ。これね、お母さんからもらったの。これつけてるとなんかお母さんが守ってくれてるような気がして。同情とかノーサンキューよ。私はただああいう人たちを相手にしてないだけだから。強いんですね、ゆかりさん。そう見える。でも小田切先生の霊視によると、あなたはすごく苦しんでいる。小田京に伝えて、勝手に人のこと霊視しないでって。すいません、今エレベーター点検中で。よし、こうなったら自慢の脚力で。あー、ちょっと待って。大丈夫、僕こう見えて地元の神社階段祭り7位入賞したことありますから。ありましたね、下地の殺人予告。え、もう消えてましたよ。いやいや、ありましたよ、写真だって撮りましたもん。ほら、もうやっぱりこのイニシャル私かも。高崎行くよ、 TI。 本当だ、社内でイニシャルが TI なのは私だけなんです。ってことは次のターゲットは私ってこと？もうやだ、早く小田京に除霊頼んで。まあまあ落ち着いてください、下地で殺人予告されたぐらいどうってことないじゃないですか。待って、谷口一郎 TI。 本当だ、よし、谷口一郎正式採用決定。入社おめでとうございます。これで
俺様を狙うとはいい度胸をしてるじゃねえか。会社員生活ってのも楽じゃないですね。谷口さん命狙われてますからね。こんにちは、ご一緒いいですか。失礼します。 KB？ 僕のイニシャルですよ。でも唐木さんの下のお名前つとむさんですからイニシャル KT ですよね。いいんです、これでこうやって書くととても美味しくなるんです。お、ケビ先生、見てください。あの段ボールには赤い文字で TI って書いてありました。壁の血文字と一緒です。もしかしてゆかりさんが。私には T とびっくりマークに見えましたけど。びっくりマーク、どういうことですか。 T とびっくりマーク、 KBさすがについつい見えちゃいました。企画書読ませてもらったわ。とってもよく書けてた。少なくとも今の企画制作部のやつらが作っているものよりもよっぽどマシ。本当ですか。でもね、そんなこと何の意味もないの。本当に何にも分かってないのね。あなたただの倉庫版なの。私あなたみたいな身の程知らずが一番嫌いなのよ。どういう風の吹き回し。いいわ、誤解ね。待ってなさい。全日本真剣白羽取り同好会の実力を見たか。犯人はあなたです、唐木勉。あなたは小田切京子。別にわざわざこんな罠にはめなくても私には見えていました。浮き出ては消える血文字のトリックが。何？あなたはロッカーの壁に血文字を書いた。そしてそれが消えたように見せるためエレベーターのパネルに細工をして5階と6階を錯覚させていたのです。何も書いてないじゃないか。ちなみにあんたが襲おうとした TI こと高崎郁代さんは小田切先生の霊能力で6階に瞬間移動させてある。もしもし、幹部候補生の谷口ですが、よかったら出世レースに参加してみませんか。どういう風の吹き回し。いいわ、誤解ね。待ってなさい。皆さん弱すぎ。私ずっと大富豪じゃない。そうだよ、俺がやった。血文字を書いたのも超常現象に見せかけて襲ったのも俺だ。ムカつくんだよあいつら。偉そうに
人を見下しやがって。嘘つき。何？あなたがどんだけ悪ぶっても全くヒヤヒヤできません。あなたが壁に血文字を書いたのは全て平沢ゆかりさんのためです。はい、ベン。バイガイ。私には見えています、あなたたちのケチャップな関係まで。ケチャップ。あ、お名前は唐木弁さん。これ、つとむって読むんですけど。あお、この字、つとむって読むんですね。誰も私のことなんか気にもかけないのに、彼女はいつも挨拶して、オムライスに私のイニシャルまで書いてくれた。10年前に妻を病気で亡くしてから一人っきりだった私にはあのケチャップは染みました。でも私は見てしまった。だから私はゆかりさんの不安を少しでも消してあげたいと思ったんです。ある夜、社内を巡回中に社員たちがゆかりさんの悪口を言ってるのが聞こえてきました。それを聞いた私の中に怒りがこみ上げて、するとその翌日、倉庫にある段ボールに TH と書かれていたんです。ゆかりさんは人の名前をイニシャルで書く癖があった。だからこれはお仕置きをしてほしい人を知らせるメッセージだと思え、幽霊のふりをして犯行を重ねました。唐木さん、あなたはすごい勘違いをしています。あなたが最初に見たイニシャルは TH、そして次は AT、 そしてその次は SI、 そして最後に見たイニシャルは TI だが、実際は T と I ではなく T とびっくりマークだったのです。そしてこれらの文字を並べると、That's it。 お訳すればその通りという意味のゆかりさんがよく使う言葉です。 That's it。几帳面な性格のゆかりさんは社内に配布する資料の入った段ボールを左から順に並べていました。そこに何者かがゆかりさんの口癖を茶化して落書きをしたんです。見てるし、見てるし。でもそんな嫌がらせに屈したくない彼女はあえてそれを消さずにいた。資料の社内配布は毎週木曜と決まっています。ゆかりさんはその前日にあたる毎週水曜の夜、翌日配布する2つの段ボールを手前に出しておいた。それを巡回中に見たあなたがいじめの復讐を依頼するメッセージだと勘違いして、毎週水曜の深夜6階の壁に血文字を書き幽霊騒ぎを起こしたのです。そんな勘違いだなんて、私はとことん役に立たない。ゆかりさんはいじめる人に復讐してほしいと誰かに頼むようなそんな弱い人間ではありません。でもあなたもとことん役に立たない人ではありません。役に立たない人なんていませんから。君の企画した商品、最初のだけは良かったんだけどね。
とりあえず新しい部署でも頑張って